剖治療を受けると他の再生医療は受けれなくなるんですか、受けれなくなるんじゃないんですかという声もたくさんいただきましたが、まず結論として、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。幹細胞投与から約1ヶ月が経ちました。今回の動画では1ヶ月経った今の体の変化と、あと皆様からいただいていた再生医療についての質問への回答、そして、最後に本当に見逃せない大切なお知らせをしていきますので、ぜひ飛ばさずに、じっくり最後まで見ていただけたら嬉しいです。まず体の変化についてですが、投与から1週間くらい経った時に形勢がめちゃくちゃ強くなりました。まあ、形勢自体は普段からまあ平均レベルで、自分の中の平均レベルであったり、あと気温や気圧の変化によって強くなることもありました。ただそういうのって1日や2日で終わるもの、収まるものだったんですが、その時からは、まあ、今でもですが、まあ、その平均の形勢の強さが上がったんですよね。例えば朝起きた時に形勢がいつも出るんですが、まあ、モーニングルーティーン以前出したのでそちらを見ていただけると分かるんですけども、まあ、ちょっとこう足が震えるくらい、まあ、こういうちょっと屈伸運動みたいな、なんかこう膝曲げがあったりはしてたんですが、今はもうもっと、もうもも上げがもうすごいもも上げとかもバタ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 して、布団がどっかにこうズリってなっちゃうくらい強いです。まあ、なので、まあ、日常動作ではちょっと不便な部分が増えたんですけども、でも何か体に変化が起こっているんじゃないかなというふうに個人的には思っています。でもう一つが、ちょっとこれはまだ半信半疑というか、自分でもんっていう感じなんですけども、この動画を撮ってる約1週間くらい前から寝る時にですね、バルーンカテーテルっていうのを使っています。でカテーテルを入れて、尿道から外れないように中にこう水を入れてバルーンみたいにこう膨らますんですけども、そのカテーテルを入れた時は別に何でもないんですが、バルーンをこう膨らますよっていう時になんかこうゾワゾワってするんですよ。なんか下腹部がすごくゾワゾワして、なんか何なんだろうっていうのがちょっとあります。下半身が麻痺してるけど、なんとなくこう皮膚感覚がある、でも自己導入をしないといけないっていう方に、カテーテル入れる時痛くないのっていうことを聞いたことがあって、その時は痛くはないけどなんかゾワゾワするんだよねっていうのを言っていたのを思い出して、これかなみたいな、これがそのゾワゾワする感覚なのかなっていうのは今自分の中であります。ただ本当に約1週間前から出てきたことなので、まだまだちょっと半信半疑というか、自分の中でもしっかり分かっていないんですが、まあ、ただ、まあ、体の変化についてですね、1ヶ月間の体の変化はこんな感じになっています。次回の投与は1月13日になります。次に再生医療についていただいた質問になります。1つ目は金額についてですが、自己負担、まあ、自由診療ですので各クリニックさんによって金額が異なります。なので今回参考として2月中旬に福岡にオープンする九州再生医療センターの金額をお話ししていこうと思います。こちらはですね、私が今お世話になっている医療法人高外科医シュセルクリニック銀座院さんがありますが、福岡にもクリニックがありまして、その福岡院と、あと私が以前、見に行ったバイオセンターですね、バイオセンターと、あとリハビリの施設すべて一緒になっているセンターになります。まあ、このセンターの詳細についてはまた今後詳しくお話ししていきたいと思います。で、まあ、金額、そこでの金額になりますが、まず局所ですね、私が背中に打った局所投与は
1回150万円で3回打つってなると380万円になります。で、静脈投与、血管から入れる静脈投与は1回が220万円で3回投与しますよとなると560万円になります。で、局所と投与どっちもやりますよっていう場合はセット割引が効きますので1回が315万円で3回打ちますよってなると890万円になります。こちらすべて税別になっておりまして、リハビリは症状に応じて、別に費用がかかってきます。他のクリニックさんと比べてもすごく安く提供していると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、2つ目は単細胞治療を受けると他の再生医療は受けれなくなるんですか、受けれなくなるんじゃないんですかという声もたくさんいただきましたが、まず結論として他の再生医療は受けることができます。ただ治験が受けることができません。治験に関してはやっぱりその治療効果がどれだけあるかをはっきりさせるためにはやっぱり他の再生医療を受けたことがある人を対象にしてしまうと効果を判断するのが難しいからです。ですが治験はもともと急性期を対象としているものが多く、今 YouTube を見ている方々っていうのは、多分その治験の期間対象っていうのは入ってない方が多いのかなというふうに思います。なので単細胞治療を行ったとしても、そして数年後他の再生医療が自費診療であったり保険診療としてしっかりこう受けれるようになった時は受けることができますので、私自身ももしかしたらその他の再生医療っていうのがですね、効果がすごく期待できますよっていうものが出てきた時に向けて今この幹細胞でよりいい状態を保って受けれるようにしようかな、受けれたらいいなとか、なんかそういう思いがあったりもします。こういった再生医療の疑問って本当に探しても自分たちが分かりやすい、こう論文とかはたくさんあっても自分たちが理解できやすい情報っていうのはなかなか見つけることができないし、どこに聞いたらいいんだっていうのもたくさんあると思います。そこでですね、AS 再生医療セミナーっていうものが始まりました。第1回目は先日12月18日に福岡で行われて、オンラインでもたくさんの方々が参加していただいたんですが、私もそこで少しお話をさせていただき、特別ゲストにですね、ダパンプのイッサさんも登場されてお話をしていただきました。イッサさんもですね、約10年前に大きな怪我をしてリハビリをして、再生医療もして今また踊れるようにというその劇的な復活劇っていうのがあるんですよね。そういったこともですね、再生医療チャンネルっていうところでお話をしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。また3月にその再生医療セミナーが行われます。詳しい日程などは決まり次第、分かり次第私の SNS で、お伝えしていきますし、 AS メディカルサポートさんっていうところのホームページでも記載していきますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。そして、最後大切なお知らせになるんですが、先ほどお話しした九州再生医療センターっていうのがオープンするにあたり、再生医療のモニターを数名募集することになりました。金額も全額サポート負担していただけますが、ちょっと状態や状況によってはちょっと異なってくる部分もあるので、より詳しいことが決まりましたらまた私の YouTube でお伝えしていきますし、先ほど言った AS メディカルサポートさんのホームページでも発表していきますので、本当に皆さん見逃さないように
あとお近くにっていうの、その車、積損の子とかがいたらぜひ伝えてあげてほしいなというふうに思います。まあ、こんな感じでですね、まだまだ疑問っていうのはたくさん皆さんの中で、あると思うので、よかったらコメント欄にもいただきたいですし、あと Google のシートを作りましたので、そちらに再生医療のことや、まあ、そうじゃなく普通の車椅子積損のことなど何か聞きたいことがあれば、ぜひたくさんそちらに書き込んでください。はい、こんな感じでこの動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。